ザコシの形変えてしまうぞ。おう今日はそこまで暑くないですね。このぐらいの陽気だと過ごしやすいですよね。このぐらいの陽気だと、暑すぎてね、熱中症とかになっちゃったらこうも勘弁してほしいですから、このぐらいの陽気だといいですよ。このぐらいの陽気だと逆に水浴びたら寒いんじゃないですか。もう最近はなんか単独も近いですよ。だからいろいろやってるわけですけどね。だからね、海とか行ったって、この間も腹立ったんですよ。この間も旅行行っただろ、旅行行って沖縄旅行行ってさ、そしたらお前ね、泳いでたら、泳いでんですよ、こうね、泳いでて、そしたら泳いでんのにここら辺にガキが、あいつダホッションに似てんなみたいなこと言われて、ろくに泳ぎもできやしねえですわ、ほら、何がやれてんだお前、それでね、お前は何がやれてんだ、こら、ふざけやがって、ね、こうやってる時もあれでしょ、星のデスクは何だったらほかほかのスタジオでやってんだろ、ほら、こっちは暑い中、暑く、まあ今日は陽気がいいから、このぐらいの陽気がだったらそんなに暑くもねえねって言ってるそばからそんなことですけど、ほかほかのスタジオにいるんだろ、ほら、キンキンか、今度はキンキンのスタジオ、冷房でキンキンのスタジオで一つも汗もかかねえ感じでまた歌ばっか歌いやがってんだ、こら、お前歌ばっか歌って、こら、何がやってんだお前、お前は何がやってんのかはっきりさせて、俺がはっきりさせないといけねえか、こら、何がやってんのかっていうのはお前、お前こら、何がやってんだ、こら、お前、ふざけてやがって、お前、ほんでお前ビジネスパートナーのっていうかユニットのパートナーの一本釣り三助もこの間なんか金を誰かに暴露されてましたね、給料、1ヶ月の給料ね、3万5000700円とかそんな感じだろ、3万5000、なあいつも食えねえんだなっていう言ってる間にダーリンズの松本蓮司さんと比べると3枚ぐらいもらってるから、ダーリンズの松本蓮司さんはじゃあ3倍じゃないわ、あいつ4400円だから、ほぼ9倍ぐらい4400円に比べてお前星のデス、あ、違う、スーパースターズが9倍もらってんだぞ、お前もらいすぎだ、こら、というわけでね、今日はこれから仕事です仕事の合間にロケを楽しみました、ありがとうございました。お前片つ買うぞ、こら、片つをな、今から仕事行ってきます、終わった。運房登録してね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 。
正面登録やめて、正面登録やめて、正面登録はやめて。